お願いします。皆様ぜひイベントご協力お願いします。ね、まいつもありがとうございます。美味しいです。何してんねんって話やな。絶対可愛くないよ今の。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。ごちそうさまです。おいしい。皆様ぜひイベントご協力お願いします。1ゴールドのハートとあとミラーボールと集めてます。ぜひご協力お願いいたします。ね、今日はね、はい、そうだな、今日は、ね、今日特に何もなかったけど、なんか金曜日の割にはまあお客さんそんな多くなかったし、こんばんは。あ、でもね、なんか大人数のお客さんが多かったかな。
そう、人数で来られるお客さんが多かったです。うん、天気はね別にそんな何も雨降ってなかったし、なんかね最近ね私アンパンマン状態なんですよ。濡れたアンパンマン状態、わかります？そう、まあなんかあの濡れて力が出ない的なああいうやつなんですけど、まあ、そんな感じなんですねここ最近。そう、そう、新しい顔欲しいんです。そうなんだけど、なんか仕事場行くとね、なんか笑わせてくれる人がいて、というかまあ店長と、はい、まあ、若い子なんですけど、そうありがたいですね。いつもありがとうございます本当に。頑張らなきゃね本当に。でも楽しい職場で本当にありがたいです。すごく楽しい。本当だ、ピョンさんが投稿してるわ。ね、まだピンキーだよ。どうやって笑わせてくれるの？どうやって？いじってくれるし。ボケてくれるし、うん、でも別にギャグを言うわけではないよ。ギャグはむしろ言わない。そんな、でもなんかほらいるじゃん、やっぱりその友達とかってさ、なんで笑うのって言わないじゃん一緒にいて。そう、友達と過ごしてて、なんであなたは笑ってるの、なんでそんな笑ってるのとはならないじゃん。まあ多分楽しいから笑うじゃんそう、なんかまあそんな感じだから、これで笑ってるとかではないんだけど、なんだろうね、まあそのやりとりとか見ててなんか笑顔になるよ。そんな人たちです。うん。あとはまあいじってくれるのは大きいかな。いじってくれる。ボケてる。ボケてくれる。私も突っ込むし。うん。
そういうの、あ、そうそうそう、多分そう、そのなんかどういうシチュエーションでっていう話をしても多分伝わんない、え、何が面白いんくらいの話なんだけど、でもなんかその人たちとだからなんかそういう話しても楽しいんだろうね、面白いんだろうね。だからまあ人柄じゃないですか、やっぱり。そう、いいところでした本当に。皆様ぜひ弁当ご協力お願いします。そんな感じ、うん、かな。ありがたいです、本当にいつも本当にありがたい。そう、優しいんですよとりあえずみんな、うん、たまにね、もちろんそりゃ一緒に仕事してるとたまにちょっとってなる時もあるよそりゃ。でも基本的に、うん、まあそれがあんまりないし優しいので、うん、ありがたい。そういう人たち、まあ、めったにないけどね、私がそんなで怒ること。あ、うん、基本的に外では起こらない人間なので外では、じゃあどこで起こるんだって、ね、外では起こらない人間です。だから楽しく仕事してますよっていう話ですね。はい、ここで送ってる、あ、それはなんか違うなって思ったら怒ったりをするときはあるかもね。うん。でもなんかその大声、声荒げて怒ることはないでしょ。もう本当にあーみたいなのはないでしょ。ないでしょ。私はそういう怒り方はあんまり外ではしないです。あ、家ではありますよ私どっちかって言ったら短期だと思ってるので、はい、腹立つ時はすっごい腹立つって言います。もう本当にもう腹立つ、めっちゃイライラするっつって怒ってる時あります。そんな怒り方は基本的に外ではしません。違う、でもここでなんかその怒るっていうか、なんかそう言っちゃうのは誤解を生みたくないからだよ。そう、誤解を生みたくないし、そう、うん、怖いじゃない今の世の中って、なんかどう捉えられるかわかんないから誤解を生みたくない。そうだからちょっといや違うよってなるの、うん、だけだよなんか別々いいんだよ、別々、私基本的にみんなに怒ることもないし。そうだから私がなんかそれは怒ってるっていうより誤解を生みたくないから、いやそれは違うんだよっていう風になるだけ。そう、以上です、こちらからは以上ですもうなんて言ったらいいか分からんだよ。別にだから皆さんに対して基本的に私は怒らないです。ほんとよっぽどなんか悪口言われない限り。
こんばんは。皆様ぜひイベントご協力お願いします。ね、イベント中でして、あと3日間ですかね。最終日がね、私最終日が多分そんな長く配信できないんですよ、仕事終わってからなので。いつもみたいに長時間配信してっていうことができないので、なるべくね今のうちに詰めてってしときたいので、協力いただけると嬉しいです。イケゴールドのハートと、あとミラーボールと集めてます。お願いします。こんばんは。まあね、なるべく早くというか、仕事終わったら多分ラジオ配信にはなるかなと思ってます。そのままどっか家帰ってから配信してるので、多分10分15せいぜいできて20分もできないな、うん、まあ15分かな、配信でき15分かなっていう状態になるので、多分家帰らずにそのままラジオでどっかで配信してると思うんですけど、うん、それでもやっぱりできても1時間もないかな、1時間ないくらいしか多分配信できないので、ご協力いただけると嬉しいです。マミも無理ですね。うん。でも結局これってもや時間的には変わんないんですよ。ラジオ配信っていうのは変わらないし、そう、私が仕事終わんないとやっぱ配信はできないので、だからマミに迎えに来てもらってもどっかで配信してるのも変わんないかな、そんな。うん、ラジオ配信にはなりますし。ねえ、迷惑かけれんさ、マミーには。ねえ、そう、たまに仕事場で言われるんだけどさ、なんとかさってさ、マジどこの方言？石川じゃないよね。なんかさなんか出てくるんだけど、勝手に。そう、別誰かのが映ったとかでもなく、ただただなんか出てくるのよね。そう、なんとかさって、どこですかこれは。リフトありがとうございます。なんくるないさ的な。いや違うんだけど、前もでも言ってたっけこの話、あれなんかしたっけ、なんかしたようなしてないような。そう、なんとかさめっちゃ言われる。なんとかさ、なんすどこですかうん、わからん、どっかわからん。そう、語尾になんかさをつけちゃう。わからんさみたいな、まあ、普通だったらさ、わからんとかわかんないよとかと思うんだけど、なんか普通に話してる時に何々ですかって言うと、わからんさ、そう出てきちゃう。私は見えでもひなのなんとかさって言ってたっけ、なんだ。
見てた？映ったのかな。でもなんか気になるようになったの最近なん最近なのよ。うん、今さ最近なんさって言おうとしたもうダメだ、もうダメだ、さあに占領されてる脳みそが今。そう、不思議だよね。なんか変な感じがする。 それ言われるたびにどこやろうと思って、うん、不思議だね。こんばんは。皆様ぜひイベントご協力お願いいたします。1ゴールドのハートとあとミラーボールと集めてます。こんばんは。うわ、絶対辛ラーメン作ってるよ下でマミマミマミ辛ラーメン作ってる。辛ラーメンの匂いここまでするもん。なんでだろうね、私鼻がいいのかな。食に持ってきてくれるのは違うよ、マミーのだよ。マミー辛ラーメン大好きだから。そう、辛ラーメンよう食べてるよ。ギフトありがとうございます。うん、辛いの好きだね。辛ラーメンってそんなに匂いする？あ、するする。結構、あ、辛ラーメンだなっていう匂いはするよ。うん。でね、豆もやしを入れてね、豆もやしを入れたから0キロカロリーとか言って食べてんだよ。豆もやしに そんなポテンシャル求めんといてっつっていつも。そこまでのポテンシャルも求めるな豆もやし。豆もやしかわいそうだろう、そこまで期待されてっていう話をねしてんの。しかも結局さ、豆もやしも食べるんだからさ、豆もやしが吸ったカロリーも食べてんだからっていう辛ラーメン、うん、まあまあ、うん、ギフトありがとうございます。まあ、なんかな私は見て普通のラーメンの方がどっちかって言ったら好き。そう、マミー辛いの好きだし、うん、ギフトありがとうございます。こんばんは。そうかな、彼に激辛配信もうしないよ、私はもうしない。美味しく食べよう、ご飯は美味しく楽しく食べよう。30分になったらね、お歌のお時間行きましょうかね。辛いもの？私食べれないわけではないよ。うん、別嫌いなわけでもないし食べれないわけではないけど、あんまり食べよう、辛いものが食べたいとはならないので、うん、っていうだけ。そうだから、だから遺伝ではないと思う。うん、辛いものって遺伝なの？好みって。
姉ちゃんもババも食べれないけど、そうババも姉ちゃんもね辛いもんダメなの。私よりダメだよ。私はただそれなりに食べれるもん辛いもの。うん違うかな。だからまあ私は好んで辛いものを食べるわけではないので、そうだから今マミーに好きな食べ物何って聞いたら辛いものって言いそうだもん。うんそのくらい多分好きなんだよ。私は別に辛いものが好きなわけではない。お、31位まで上がりました。ありがとうございます。いまだにね親知らず抜いたところにご飯粒が挟まったりするそうまだねちょっと穴が開いておりますもん。前ほどねつまんなくなったけど、早く閉じないかな。完全に閉じるんだってちゃんと。1ヶ月から1ヶ月半からかな、分からんけど、だからまあ半年くらいで閉じるらしい。私抜いたのいつ？でも 2,3 ヶ月前じゃない？糸で縫ったのに、あ、それはな別です、別、全然糸だって取ったし、うん、だからそれは閉じ、あの多分歯茎を閉じるためにそう縫ったわけではないので、多分知らず抜いたら違和感あるもん？あんまりないよ、慣れる慣れる。初めはねなんか変な感じしたけど、そうなんか米粒とか詰まってない限りは全然違和感はないです、はい、何も感じない。いつかな親知らず抜いた、4月か。4月でしょ、半年ってことは4月の後半とか、まあ10月から11月くらいには完全に閉じるかな。早く閉じてほしい、マジで。あ、詰まるんですよ、まあ、ちょっとね汚いお話をさせていただきます。噛み合わせの相手って何？普通にあのこの下のこことここを一本ずつね抜きました。ギフトありがとうございます。下だけです、抜いた。だって上生えてきてないもん、私片方だけちょっと生えてんのかな。違う、生えてない生えてない、埋まってんのまだ。そう埋まってるから出す必要もないし、うん、片方に至っては多分まだなんかできてもいなさそうなくらいレントゲンには映ってなかったんだよね。知らずだから噛み合わせはないんじゃない？あーそれはそうかもしれんそれやったらな、上確かに上も親知らず生えてることになるもんね。親知らずはね、まあ抜く時が一番怖いし、なんなら麻酔と抜く時が一番痛いです。はい、私はそう思いました。まあ人によります、これは体感は人によりますので、まあ何とも言えませんが、私はそうでした。マジで怖いの抜く時、まず削ってるのが怖い。すっごいもう機械音がねもうすごくて、で抜く時にごめんねちょっと抑えるねっつってすっごい抑えられるの。痛い痛い痛い、こっち押さえてる方痛いよと思って引っ張られてるじゃん口。みたいな、ああ痛い痛い怖いし、そうだよ、
そこが一番痛かったよ私は。あとはまあ麻酔切れた直後ですね、そこだけ本当に。でも麻酔切れた直後も別に私薬飲まなくてもあんま大丈夫だなって思うくらいには、うん、全然我慢できたので。で抜く時はまず抜く時の恐怖と、まあ抜いた瞬間の痛みと、抑えられてる痛みよね。そう、そうした。うん、あとはなんだろう、まあ口はやっぱりそんな大きくは開けれないので、そこくらいかな。そこだ、大変なのはそこだった。だからそれ以外はなんか割とすぐそんなにって感じで。いや、すごい構えていったんですよ。めっちゃ調べたし、親知らずってすごい腫れるとも、あの、聞いてたし、どのくらい腫れるのかな、まず。で、どのくらい痛いのかな。なんかご飯食べれない人もいるっていうのを聞いてたから、そう、痛すぎてね、もうなんか、なんていうの、もうなんか、ドロドロにして、なんかおかゆとか、まあ、柔らかくしたうどんとかしか食べれないみたいな人もいるっていうのを聞いてたから、うわあ、私いけるかな、大丈夫かな、なんて思いながら。余裕でしたね。あ、個人差ございます。これ、こちら、あの、個人差ございます。わかんない。あの、先生が抜くのうまかったのか、私がただ単にものすごく、あの、鈍かったのか、痛みに。普通に食べてましたね、いろんなもん。普通のご飯食べたし、まあもちろんうどんとかも食べましたよ。食べましたけど、普通にご飯食べてた。うん。なんならお菓子とかも食べてた。ご飯食べれなくて、まあ、ちょっと痩せるかななんて思ってたら増えました。うん、食べた。普通にお菓子も食べたから普通に増えました。はい、以上です。やばいよね、なんか自分ってすげえと思った。だから、あの、先生がね、上手だったのかもしれない。もちろん、あの、口はさ、大きく開けれないから、切って切って、ちっちゃくして食べてたよ。それはそう。なんだけど、基本的に食べ物でこれは食べられないみたいなものはなかったね。すごいよね。もちろん、個人差ございます。何度も言うよ。個人差があります。私は、割と大丈夫でした。そう。ギフトありがとうございます。うん、下の歯を割って抜きましたよ。見せてもらったし、抜いたのも。うん、ちょっと、まあ、グロい話をしますと、歯肉までついていました。なんか言ってた、説明してくれて、これ抜けた歯なんですけど、ここについてるのがまあなんかちょっと歯肉ですねみたいな。で、なんかちょっと腫れたりして、ちょっと炎症とかが起こってると、ちょっとね、あの、こうやってね、ついてくるんですよみたいな話を聞いて、あ、なるほど、あ、ちょっと気持ち悪いですねって。別に、あの、見れないものではなかったんだよ。私そういうの意外と平気だから、本当全然平気なので。そう、あ、結構、あの、あ、気持ち悪いものなんですね。あ、先生、あ、ごめんなさいって、あ、そう、ごめんね、あの、見せちゃってごめんねって言って、あ、全然そういうことじゃなかったの、すいませんって言って、あ、全然、あの、全然見るのは大丈夫なんですけどみたいな。全然見るの大丈夫なんですけど、あ、なんか意外とこういうもんだったなみたいな、っていう話を。あの、抜いてくれた先生として、そう、私は本当にマジで、あの、全然見れるタイプ。そう、 歯とかなら、まあ、別、そう、見れるタイプ。お母さんね、ま、うちのマミは見れないんですよ、そういうの苦手で。そう、私は、ね、大丈夫です。全然本当に平気。むしろなんかちょっと気になっちゃうタイプ。あ、どんなのかなみたいな。そう、私の歯はどんな形をしててみたいなのはちょっと気になるタイプ。変なの、変な女。そう、そのなんかちょっと新鮮でした。そう、ただ本当にマジで怖かったのは、あの、キーンって削られて、削って、なんか割って、そう、押さえられて、
でまあなんかあの別人かなくらいあの顔は腫れましたし、ちゃんと、はい、ちゃんと顔は腫れてました。でも痛くはなかったっていう、そこまで。ね、苦手だよね。そう、私もそっちの方が怖かったよ。キャンセルしないでね。別あの脅してるわけじゃないからみんなの恐怖心煽ってるわけじゃないから、私は行ってきてください。なんか上の歯は今のところ本当あの抜かなくても大丈夫そうだし、全然、うん。なんかさ、なんか親知らず抜くとさ、あの血が固まってさ、血平っていうものができるんだよね、あの抜いたところに。そう、それもね、なんか口開けて、ああできてるできてるみたいなことをしてた、うん、気になっちゃうんです、すごい傷口とか。変だよね、ちょっとなんかね、そう、ちょっと気になっちゃって、今自分の歯はどういう状態でみたいな、めちゃめちゃ気になっちゃうタイプ。そう、おーね、なんか黒かさぶた、まあ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 、なんか多分役割としてはそういうもんなんじゃないですか。そう、なんか血の塊みたいのが、そう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 、ゼリーみたいな、そうそうそう、なんかそう、血のなんかゼリーみたいな感じのが挟まあのできて、それがなくなっちゃうと、なんかそのドライソケットだっけみたいな、なんかめちゃめちゃ痛くなるんだけど、そう、骨がむき出しの状態になっちゃうから痛くなっちゃう。そう、だからそういうのもちゃんとなくなってないかなって確認して、うん、私はね大丈夫でした。なんか意外とその 歯磨きしたり、めちゃめちゃうがいをしたりっていうことをすると、あのドライソケットっていうのになりやすかったりするみたいで、そう、なんかめちゃ痛いらしいです。そう、だからそうなったら病院また来てくださいって言われた。そう、30分ありがとう。もうちょっとだけ話そうかな。そう、でも なんだっけな、なんか左か、あれどっちだっけ、左かな、なんか後から抜いた方の時に、私なんか歯磨きして、まあ、もちろんペッてするじゃない、そしたらなんか血の塊みたいなのがちょっと出てきて、口の中からね、あれと思ってあれ私 やったあれやらかしてるかあれみたいになって、すっごい両方抜きました。下片方ずつ抜いたんですね。そう、でも後から抜いた方を、そうやったら、え待って、血の塊 みたいの出てきたけど、んやばくねと思って、うわついにやったわと思って、うわ言ってたやん、ドライソケットやと思って一人でね一人でね、なんかあやべえこれと思って、うん、思ってたんだけどだからなんか、あ痛くなるんかな、嫌だな、まあでも痛くなったらとりあえず病院行かなきゃなと思ってた。大丈夫でしたね痛くなることもなく、ただただなんかの塊が出てきちゃったっぽくて、血の、そう、それはまあ血平ではなかったみたいですっていうお話でしたね。ドッキドキでしたよ、数日間。やったな私、マジでやばいと思って、あ痛くなるのが嫌だななんて思ってたんだけど、大丈夫でした。まあ、皆さんね、親知らず抜く方は気をつけてください、本当に。まあ説明はねあると思うんですけど、そうだからさ、後から抜いた方マジで血が止まんなくて、数日っていうか 2、3日、そう数日めもう、だからなんかその 余ったガーゼをくれたんですよ。もしあの血が止まらなかったら、あのガーゼを噛んで、まあ、20分くらい噛んで、そしたら血止まりますのでみたいに言われて、え止まんなくないみたいなめっちゃしっかり噛んで20分、止まんなくて、そうで、もう一個噛んだので、まあまあなんかちょっと落ち着いたかなと思って、で次の日ね、また
なんかお口の中血の味するなと思ったらめっちゃ血出てきてて、えみたいな、この血はえみたいな、明らかに1回目抜いたのと違うぞと思って、でそう噛んでもなんか止まんなくて、ついにはガーゼもなくなり、あれやばいやばいと思ってティッシュを噛んでまあね、止まりましたよ、ちゃんと止まったんですけど、その後そうっていうね、なんか怖かったです。そうなんかだから、あの後から抜いたやつの方がなんか怖かった、ちょっとえ大丈夫みたいな、なんてでもね、1週間後にね、あの抜歯しますよって病院予約取って行ったら、まあなんかあ大丈夫ですねあ大丈夫だったんあれみたいな感じでした。そう大丈夫ですねって、ああ大丈夫だった、まあまた何かあったら来てください、はいはい、わかりました、ありがとうございますって言って来ました。まあ何もなかったです、だから特に正常でした、それが一番だよね、本当に何もなく。知らずって普通の歯医者さんや歯医者でやってくれる、なんか下のなんか、あ下だとあんまり抜いてくれなかったりも、なんか抜けないところもあるっぽい。私だから大きい病院行きましたよ、ちゃんとあの色の中が入ってる歯医者さんじゃなくて、あのもうなんか他のいろんな、なんていうの、いろんな科が入ってるところの、まああれ歯医者って何科になるん、歯科、えそうそうそう、だから普通の病院、あの普通の歯医者さん行って、口腔外科か、そう口腔外科そう普通の歯医者さん行って、なんか個人、あの個人院みたいなところ行って抜いてもらおうとすると、まあ、そう紹介状が渡されたりするところもあります。なんかもうやってくれるところがないわけではなさそうだったけど、その調べ、あの見てみるとね。でも、まあ、基本的にはやっぱり下はあの大学病院とか、そう大きい病院行ってやってもらった方がみたいな感じらしいですよ。特にそのまっすぐ生えていない場合、あの横向きとか斜めに入っててみたいなだと、多分あんまりやってもらえるところは少ないかな、そうになるみたいです。私は真横でした見事に真横でした。面白かったよ、ハーミルのレントゲンで、おお横向いてる横向いてると思ってまあなんかその触った感じ、口の中の歯触るのってあんまり綺麗なことじゃないんだけど、生えてきた時に触った感じマジで、あこれはまっすぐではないなと思ったので、まあ、想像通り、あやっぱり横やったなと思って、だからもう多分そのままやっててもあの頭が出てくることもないし、うん、ずっと多分この横のままねいるんだろうなと。ギフトありがとうございますみたいです。そんな感じで親知らずを抜きました。まあなんやかんや言って、なんか辞めてから AKB に卒業してから、うん、なんかいろんなことをしてますね。いろんなことをっていうか、なんか別に AKB だったからできなかったわけではないんだけど、なんだろう、なんか余計になんか なんだろうね、なんか、うん、気になることが増えたのかな、分からんけど、出てこないパターンもあるので、あんまり出てこなかったりもするっぽいですよ。うん、私はねだからどっ
ちだっけな、こっちかな、ほとんど出てきてなかったんです。そう、ほとんど出てきてなくて、ちょっとだけ避けてるくらいので、なんだけどすごい腫れちゃって病院行ったんですよ。こっちはね、あの結構あの頭が、まあそれでもな、完全に出てたわけではなくて、まあやっぱりちょっと穴開いてて、でそこからちょっと歯が出てるとか、ちょっと見えてる状態だったんですけど、だからあんまり出てこない人は出てこないんだろうなって。そう、 AKB 自体がすごく特殊な、もちろんそうですよ。なんだろう、でもなんかその当時はさ、そっちに必死だったから、やめてからなんか、あーこれをやろうかな、あれを しようかな、そういろんなことをして、バイクの免許も取りたいし、うん、こんばんは。よし、そしたらね、習い事はしてないわけではないんですよ。ただそのなんていうか、なんていうんですか、その決まった曜日でやってるとかではないので、はい、私が行けるタイミングで行ってっていう感じです。うん、だから予約取ってみたいな、そういう感じ。よし、そしたらね、歌の時間に。歌えるかな、これ。歌えるか分かりませんっていうのを言ってきます。今日なんか久しぶりに聞いてたんです。知ってる人多いんじゃない？君の姿は僕に似ている。静かに泣いてるように胸に響く。知らない方が幸せと言うけど、僕はきっと満足しないはずだから、うつろに横たわる夜でも、僕が選んだ今を生きたい、それだけ。分からんし、なんかうまく地声と裏声切り替えられん。どうしても楽じゃ
ない道を選んでる。砂にまみれた靴を払うこともなく、こんな風にしか生きれない。笑ってうなずいてくれるだろう、君なら。君に僕から約束しよう、いつか僕に向かって走ってくる時は、君の視線を外さずに。出なかったんだけど、そうコードギアス、そうなんか好きなんですよ。反逆のルルーシュだっけ、復活のルルーシュもあるの。反逆復活どっち。もう分からんのよ、私分かんないですよ本当に。あれ復活なのか反逆だと思う。反逆ってあります、いろいろあるよね。反逆あったよね確か。勝手に反逆させてないルルーシュ大丈夫そう。 あったね、反逆のルルーシュですね、合ってました。勝手に反逆させちゃったかと思ったわ。そうだ、系統が似てるでしょ。そうなんかすごい好きで、お兄ちゃんもね、でもなんかめっちゃ面白いって言って、コードギアス、コードギアス見てよ、語ろうぜって言われた。うん、あの、うん、気が向いたら。私あんまりそのなんていうの、機械系というかそういうアニメをあんまり見ないタイプなので、そう全く見ないわけではないんですよ。あのオルフェンズもちょっと見てたし、そうでもあんまりあの見ないというか、なんか別のを見ちゃう、そうタイプなので。そうそうなんです。あでもなんかね、本当にあのうちのお兄様もあのコードギアスは本当おすすめしてたので、面白い、あの気になる方見てみてください。私はねちょっと語れないんですけれど、
言ったっかな。まだかんのロゼ、わかんない。わかんない。私わかんない。懐かしい、これも。こんばんは。初雪にざわめく街で、見覚えのあるスカイブルーのマフラー、振り向いた知らない顔にうつむく。人が部屋を出てから、この退屈な街に二度目の冬、僕はまだ思いの炎を消せずにくすぶってる。一人では愛してる証さえ曖昧で切ないだけ、二人では優しく見守ること続けられない。もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから、ときめきをなくした永遠より、多分これあの D メロの英語歌えないから私。さよならは僕から告げた、後悔ならば何度したことだろう、時間だけ巻き戻せたらいいのに。開いて、もう平気よとつぶやいたあの人、強がりと本当は気づいていたよ。この僕でも一人では愛された記憶さえ儚くて虚しいだけ、思い温める意味見つけられない。もう二度とあんなに誰かのこと愛せない、そう思ってた。でも今は情熱が目を覚ます予感がして、会えたらその手を離さない、もう迷わないさ。言葉にできないままで思いは溢れてく。ゲバゲバ、あ言えないわやっぱり。もう一度会いたいと願うのは痛みさえ愛しいから、失くした永遠よりリアルを生きる。もう二度とあんなに誰かのこと愛せない、そう思ってた。でも今は情熱が目を覚ます、予感がしてる。
おる。これキューティクル探偵稲葉というすごいコメディーアニメのオープニングです。歌えるか分かりません。久しぶりです。私めっちゃ好きでした。大好き。面白い。天使から出るかもな。見てた。私好きなんですよ。楽しそうに笑ったっていつも日常は変わんないし、知ったように悩んでいるだけ。だんだん近づいたっていつも君には届かないし、平気そうに過ごしているだけで、通り過ぎた風君の髪揺らした。遥か遠く君をまた探して、噛みしめたその味は淡く曖昧な未来をただ見つめて、なんとなく夢を見るよ。嘆いたっていつも浮ついた展開に、なんだかんだと救われているから、単純そうに見えたっていつも俺にはわからないし、悔しそうに笑っているだけで、風に溶けた音少しだけ不安で、抱きしめた痛みをまた並べて、枯れない自分を焦がした、変わらない思いをまた探して、進みたい君のもとへ、摘み取ってしまい込んだここで拾い集めた心の声は弱く、踏み出して歩き出した俺の思いを乗せて、伸ばしたこの手届け今。通り過ぎた風、君の髪揺らした、遥か遠く君を、君のそばで俺をまた探して、噛みしめたその味は淡く曖昧な未来をただ見つめて、なんとなく夢を見るよ。
少々お待ちください。歌えるか分かりません。そしてあるかな。歌ったことある気もする、歌ったことある気もするけど、あるわ。ボアさんの曲ですね。こぼれた涙は金でも銀でもなくてありふれた涙、女神も気づかない。まさゆめチェイシンチェイシン超えろもっと、自分史上最高の今をチェイシンチェイシン、そう描いた自分になって、燃やせ胸の火を。あー高いな。駆け抜けろヒーロー、燃やせ胸の火を。綺麗に歌えた。目を閉じて耳すませば、かすかに呼ぶ声、誰もいない初の森で見上げた空の青、ここへは戻らない、孤独という名の猛毒の甘く香る花、咲き誇る世界にさよならチェンジチェンジ、超えろもっと、自分史上最高の笑顔チェンジチェンジ、そう願いは叶うわきっと、照らせ胸の火よ、駆け抜けろヒーロー、照らせ胸の火よ。本当の自分が誰だかをフェイクしてメイクアップ、永遠毎日繰り返すフェイダー、こんなアップから No way baby 抜け出すなら、眩しい朝日浴びて目を凝らす先に、あの日に見た未来が手を広げてる、ウォーウォー、チェイシンチェイシン超えろもっと、自分史上最高の時をチェイシンチェイシン、そう描いた自分になって、燃やせ胸の火を、駆け抜けろヒーロー、燃や
背胸の日を。なんか難しいね。難しいね。でもなんか何回か歌ってたら綺麗に歌えるようになる気がする。なんかさ、音によってはさ、本当になんていうの、あの地声でも出ない、でも裏声だと出しにくいみたいなさ、絶妙なラインってあるの、私の中ね。まあもう誰しもあると思うんだけど、なんかそこをどう出したらいいのかいつも分かんなくてさ、すごい気持ちあるの。なんか出したいけど出ない、でも裏声でもなんかすごい変な音になるみたいな、音がうまく取れないみたいな、すごくすごく難しいです。歌って難しいよね。だからそんなことをね、考えながら歌っております、私は。ギフトありがとうございます。あるかな。シャララ、いつかきっと僕は手にするんだ。儚き胸にそっと光燃えてゆけ。光燃えてゆけ。シャララ愛しき
きっとあなたも見えているの。まばゆい月がそっと足、あ、出なかった、ごめんなさい。強く強く輝いて、うん、コナ君、そうね、なんかね、お屋敷の中のなんかちょっとお話なので、ちょっとあの暗い お屋敷の中、なんていうの、あの、まあ、怪盗キットなんですけど、出てくるのまあなんかそのからくり屋敷のなんで電気がないんですね、基本的に暗いです、だから雨も降ってて、そうよくお分かりで、そうなのですそう、コナン君のね、あのなんていうの、どんなお話かによってね、ちょっと私の移り具合が変わってくるっていう。これ初めてかな。どこ。最初の神器のやつ正解。よくわかったね。すごいよ。誰かを愛することなんてできるわけなくて、だけど誰かに愛されたくて、変わらない昨日がずっと続いたとしても、どこにも行けやしないんだ、私と君、神様、どこへ行ってしまったのね、返事はなくて、いつだってそうだよ、そう、サイコパスだった気する、アニメ。こっちに来て私に触れてキスをして、もっとめちゃくちゃにしたっていいんだよ、いつか誰もが死んじゃって
忘れられてくなら今確かなものだけを信じるわ神様一人の人が言うのね人は強いあ音違うなそんなの嘘だよ Do you agree? I will stay with you あなたの手で抱きしめてよ思いっきり怖がらないでもう大丈夫私ならその手が汚れてしまったとしても愛してほしい私のこと最後の感じって感じじゃないどういうことっていう話だよねこれすいません忘れてくださいあのホラー配信でじゃあなかなかいないよねこんな人ごめんあの今、ね、コナン君の画面真っ暗なんだわほとんど暗闇の中にちょっと次のコナン君行こうじゃ明るいコナン君行こうよちょっとあれ私よいしょここになんかできてるなニキビかな嫌だなあーと思ったら次もあの後編だったわ後編だったちゃんとすいません次次次次あーオッケーオッケー
ね、あのオープニング飛ばそう。スキップスキップ。何度も思い返してうまく返事できたかぐるぐるぐるする。いつからか世界を選ぶのが楽になって、本音言う無邪気なペース適当にごまかしてる。だってどうなっていて笑ってもまた自分のことを愛したいんだってもがいているでしょう。きっと間違いだらけのストーリー、溺れそうな夜も一人じゃないから。あそこだけ出ません。書きかけのメール振り出しに戻して、決めきれない自分にぐるぐるぐるする。わからないことが多すぎる世界じゃ賢いふりをしても傷ついたりする。いつからか失敗を避けるのに向きになって、本当に欲しいもの諦めて何がしたいか見えなくて見過ごして絶望だけ得意になって、それをもう決めるにはちょっと早いね。だってどうしようもない時でも自分のことを信じたいんだって気づいているでしょう。きっと同じような痛みを辿ってく夜が君にもあるなら Just be by yourself Ah yeah I give you more thanは何一つ譲れない。全力で I can't even get it now。 どんな暗闇だって照らすライト、あなたがいること。転んで泥だらけも仕方ない、やめらんない。 I can't even get it now。 損得見てちゃ何も生まれない。まだまだ we can hit、もただ瞬間にかけてたい。言い訳はもういらない。 One only once 踊り出せミュージック。あーごめんなさい。何にも怖くないわ。なんか合わなかった。
この先は何一つ譲れない、全力でケニナケニナ、まだまだ思い出せミュージックは、こんなんだっけこんなんだっけ、チークは止まらない、まだまだ、違う、ちょっと待って、交わした約束忘れないよ、目を閉じた、しかめる押し寄せた闇、振り払って進むよ息が続かんかった高い、いつになったらなくした未来を、私ここでまた見ることできるの、溢れ出した不安の影を何度でも咲いて、この世界歩んでこう、止めどなく刻まれた時は今始まりつけ、変わらない思いを乗せ、閉ざされた扉開けよう、目覚めた心は走り出した、未来を描くため難しい道で立ち止まっても、空は綺麗な青さでいつも待っててくれるんだから、怖くない、もう何があってもくじけない、振り返れば仲間がいて、気がつけば優しく包まれてた、何もかもが歪んだ世界で唯一信じ信じれるここが救いだった、喜びも悲しみも分け合えば強まる想い、この声が届くのならきっと奇跡は起こせるだろう、交わした約束忘れないよ、目を閉じて、しかめる押し寄せて闇、振り払って進むよ、どんなに大きな壁があっても越えてみせるから、きっと明日信じて祈って、息が続かんな、私は引き寄せられるようにたどり着いた、目覚めた心は走り出した、未来を描くため難しい道で立ち止まっても、空は
綺麗な青さでいつも待っててくれる。だから怖くない、もう何があってもくじけない、ずっと明日待って。さて、これは歌えるのでしょうか。まず高いのと、ちょっとなんか音のはめ方が私違う気もするんで、まあ違ったらごめんなさいということで。初めの一番の音のはめ方がいまいちわからない。私に帰りなさい。ごめん。記憶をたどり、優しさと夢の源へ。もう一度、ごめんここ余んだ。惹かれ生まれるために、魂なんかことごとく始め合わないんだけど。ごめん、なんでかな。早く。青い影に包まれた素肌が、時の中で静かに震えてる。命の行方を問いかけるように、指先は私を求める。抱きしめてた運命のあなたは、季節に咲くまるで儚い花、希望の匂いを胸に残して、散り急ぐ鮮やかな姿で、私に帰りなさい、生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この手に帰りなさい、巡り合うため、奇跡は起こるよ何度でも、魂のルフラー。初めのやばかったな。
るようにまぶた閉じた時に世界はただ闇の底に消える。それでも行動はまた動き出す。限りある永遠を探して私に帰りなさい。記憶をたどり優しさと夢の源へ。あなたも帰りなさい。愛し合うため心も体も繰り返す。魂のルフラー帰りなさい。生まれる前にあなたが過ごした大地へと、この手に帰りなさい。巡り合うため奇跡は起こるよ。出ない。魂のルフラー奇跡は何度でもが出ない。本当にだって無理やり出してる感じになっちゃうもん。無理やり出してんだけどそう、無理やり出してんだけど、無理やり出してる感じにな聞こえちゃうから余計に。私の音域がねちょっとあんまり広くないので。奇跡は起こるよ何度でも、魂のルフラー。ダメだな、これは歌えそうにないな歌えんのかーいってね。うん、
歌えるんだっけ私、どうだっけな、歌えるんだっけ歌えるかわかんないんで流して。夢に見てた、憧れていた君がいる、あの空に浮かぶいくつもの光集め、恋は輝く。歌えんのかこれあれ歌ってたの、まあ絶妙に音違ったけど最後あ、ダメだ、わかんないごめん、ダメだった全然ダメだったちょっと A メロわかんなかったな、ごめんなさい、歌えない曲を流してしまいました、申し訳ない歌える気したんだけどな、おかしいな、いなかった、うん、そうね、ごめん、ごめんえ、じゃあなんかね、今日久しぶりになんかメモを 見てたら、私がなんか歌える歌が書いてあるやつが出てきて、まあ、カラオケにめっちゃ行ってたから、その時に歌い歌おうっていう書いてあるんだけど、しっかり書いてあったから、いけるのかなって。いつか僕らの上をスレスレに通り過ぎてった、あの飛行機を不思議なくらいに覚えてる、意味もないのになぜか、がいなくて泣いた日の夜に、ただ強くなりたいと願ってた、そのために必要な勇気を探し求めていた、残酷な運命が定まってるとして、それがいつの日か僕の前に現れるとして、ただ一瞬、この一瞬、息ができるならどうでもいいと思えたその心を、もう一度遠くへ行け遠くへ行けと、僕の中で誰かが歌う、どうしようもないほど熱烈に、いつだって目を晴らした君が二度と悲しまないように笑え、そんなヒーローになるための歌、さらば掲げろピースサイン、転がってくストーリーを、守りたいだなんて言えるほど君が弱くはないの分かってた、それ以上に僕は弱くてさ、君が大事だったんだ、一人で生きていくんだなんてさ、口をついて叫んだあの日から、変わっていく僕を笑えばいい、一人が怖い僕を蹴飛ばして、噛みついて息もできなくて、騒ぐ頭と腹の奥がぐしゃぐしゃになったって、狙いも懸念も消えてしまうくらいに、今は触っていたいんだ君の心に、僕たちはきっといつか遠く離れた太陽にすら手が届いて、夜明け前を手に入れて笑おう、そうやって青く燃える色に染まり、おぼろげな街の向こうへ手をつないで走っていけるはずだ、君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを、豚だらけ荒くれた日々が、削り削られ擦り切れた今が、君の言葉で蘇る、鮮やかにも現れてくる、眠る魂を食べかけのまま捨てたあの夢をもう一度取り戻せ、
そ遠くへ行け遠くへ行けと僕の中で誰かが歌うどうしようもないほど熱烈にいつだって目を離した君が二度と悲しまないように笑えそんなヒーローになるための歌さらば掲げのピースサイン転がってくストーリーを君と未来を盗み描くひねりのないストーリーを。ありがとうございます。これは何の歌でしょう。正解はコナンくんでした。コナンくんのゼロの、え、ゼロの執行人だっけ、違う、ハロウィンだっけ、いや、ゼロは違うからハロウィンかな。クロノスタシスでした急に始まってすぐ終わったすいません、あの、はい、すいませんは今無口な空に吐き出した孤独という名の雲、その雲が雨を降らせて虹が出る、どうせつかめないのに、初めてのキスを繰り返して欲しくて、愛が僕に噛みついて離さないというけ、すいません20パス表示が来ました、すいません、舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌、多分すごい顔で止まったことでしょう。恥ずかしい、優しさが濁った日々の憂鬱は満員電車みたいだ、冷めたぬくもりをむやみに放り投げた、僕が愛を信じてもきっといなくなるんだろう、それならいらない、悲しすぎるから、さよならさえもうまく言えなそうだから、手を振る代わりに抱きしめてみたよ、流れ星を見た、流れ星を見た、願う僕の歌。さっきアカペラで歌ったのは、あの、多分ハロウィンの花嫁のクロノスタシスです。あのゼロの執行人の方はあれでした、あの、福山さんの歌です。いつも人ってもっていうことちょっと違うけど、
そばにいるだけでほんと幸せだったな。そばにいるだけでただそれだけでさ、愛が僕に噛みついて離さないと言うけれど、寂しさの形は変わらないみたいだ。舞い上がってゆけ、いつか夜の向こう側、うんざりするほど惹かれ君の歌。もう傷つかない、もう傷つけない、惹かれ君の歌。あ、そうそうそう、うん、やっぱ合ってる。真実はいつも一つでも、正義はそう涙の数だけ。今僕が描く正しさで描く理想を、理想で、音が違うな、ここ。君を脅かすもの、悲しませるものから、誰も傷つか、誰も傷つけないまま、君を守ることなどはできないとわかってる。完全なる正しさなどゼロなんだよってね、はい、そんな歌です。そしたらあと2曲にしようかな。2曲もうね、12時になるんで、何歌おう最後。何歌うかな。何くんにしよう。聞かせろってわざとらしいんだから、100回以上の失敗は神さんも軽いの。ユニーク
な進化の一室へ。あの日の言葉忘れないよ、雫の小惑星の真ん中で流れるまま流されたら抗おうか。美しい昼で壊れる夜もあったけれど、自分でいられるようにね。いくらこいた展開によろめく足を踏ん張って、冷たい水を一口、失敗症の限界は超えてるけれど、こうやってコツを掴んで生きてきた。秘密守ってくれてありがとね、もう遠慮せんで放っても大丈夫。流れるまま流されたら出し抜こうか。美しい昼で出される時も見失わず、君を思えるように。まあ、でも続けられない、わかってるけれど、優しくなった世界をまだ描いていきたいから、流れるまま流されたら抗おうか。美しい昼で壊れる夜もあったけれど、自分でいられるように。ガスエビ食べてみたい？ガスエビ美味しいよ。うん。まあなんか知らなかったんだよね、私ガスエビがこっちの方っていうか、なんかだけっていうか、なんていうか、うん。そう、なんか知らなくて、まあ、美味しいのでね、なんかぜひ食べてみてください。たらね、最後の曲です。どうやって食べるの、ひかちゃんは。寿司かお作り、まあ、どっちかだとは思うけど、私食べたのはお作りでした。違えていたボタン一つずつ、下から順に外してもう一度重ねていく。君がくれた時間と温かさをこの胸が教えている。空が青いとか花が咲くとか、君が笑うとか抱きしめるとか、すぐそばにあったこの幸せを今痛いくらい感じてるよ。守
守りたいものがあると、そこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行くから。雨風に打たれてボロボロになったら、不格好な姿を笑ってくれ。一度転んだからこそ見える世界があるなら、もう二度とその手を離さないように。やっと気づいたんだ、君と過ごす日々、本欲しかったものがそこにあるんだよ。一人で歩いてきた顔をして、失いかけてからようやく目を覚ました。そばにあった存在のそのぬくもり、僕はそうおバカ者だ。初めて知る自分の弱さとか、隠しきれなかったこの幼さも、きっと君は知っていたんだろう。それでも信じてくれたこと、返したいものがあると、見つけたいものがあると、君のいる場所まで迎えに行くから。雨風に打たれてボロボロになっても変わらないこの想いを伝えに行くよ。見落としてきた涙、感情も取り戻すように、走れ走れ、同じものはない、たった一つの輝き。支え合える喜びも、分かち合える悲しみも、いつの日か揺るがない形になって、世界中を探してもここにしかないもの、それを愛と呼ぶなら。守りたいものがあると、そこに未来があるんだと、君のいる場所まで迎えに行く。言えるよ、大切な人よ、いつまでも僕のそばには君がいてほしはい、ありがとうございます。ということでね、本日はね、これで配信終わりたいと思います。ランキングいきます。13位ところてん、32虹色の空、31ジェイカネコさん、10位白身フライ、3系ファイアサーフさん、8位ムームさん、7位桜のお友達さん、6位サルキチさん、5位カボちゃん、4位アイスカフェさん、3位カイさん、2位ケンイチさん、1位ユータさんです。ありがとうございます。完全燃焼ですか？いや、そんなことないよ。あ、最後の曲としてはなんかちょっと不完全燃焼感はあった。なんかやっぱりちょっと下手だなっていううん、上手じゃねえなっていう感じがあったんですけど、まあいい曲なのでね、エンディングとしてはまあまあまあ、曲としてはすごく素敵な曲なので、私が歌うことによってなんかなんかちゃうなみたいになっちゃうんやけど、うん、まあまあ
私の技術力の問題です、はい、それではね、ギフトいきます。ケンイチさん、サルキチさん、さくらのお友達さん、ゆたさん、カイさん、ファイヤーサーフさん、村上さん、サルキチさん、キャンパーさん、白身フライさん、ナーニャ神吉さん、ムームーさん、マントメガネさん、です。ありがとうございます。呼ばれてない方挙手でお願いいたします。はい、ということで本日はねこれで配信終わりたいと思います。遅くまでありがとうございましたね。配信終わったらね皆さんねすぐ寝てくださいね。もう本当にいっぱい寝て、いっぱい食べて、いっぱい寝て疲れ取ってください。私もね明日はきっと忙しいと思うから、土曜がね一番忙しいですからね。はい、気を引き締めて頑張りますダサくない、気を引き締めて頑張ります包みよりダサかったですね、すいません、はい、それでは皆さんもね本当にあの体ゆっくり休めてください。遅くまでありがとうございました。そして弁当もねご協力いただきありがとうございます。あと2日ですので最後までよろしくお願いします。それではまた明日お会いしましょう。またね、おやすみ、ゆっくり休んで、みんなゆっくり休んで。本当にありがとうね、遅くまでね。などー、おやすみ、ありがとう。